私の名前はマナ、25歳、保育士をやっている未婚女子だ。仕事はそれなりにやりがいもあり楽しかったのだけど、園長先生の息子であるユキヒコが今年新卒で入ってきて、こいつがまあやばいのだ。毎日ヒヤヒヤさせられてる。ストレスも溜まっていく一方で、仕事に対しての熱も冷めてきてしまっていた。マナ先生、女の子たちは僕に任せといてください。男の子の方はお任せしますね。はい、とりあえずこのユキヒコは容姿、メガネ、デブ、オタク、ニキビ面、毛深い、チビ、汗っかき、臭い、童貞、バカ、運動音痴というフルスペックを備えている強者。性格がそれに反比例していて、ある意味尊敬するのだけど、自信過剰で自分なら何でもできると勘違いしてしまっている。実際は全くできていなく、やばいやつだ。そして最近判明したのがこれ。ユキヒコ先生、臭いよ、近寄らないでよ。なに恥ずかしがってるのかな。お昼寝の時間だからトントンするよ。ユキヒコ先生、トイレ行きたいよ。一人で行けるでしょ。それかマナ先生にお願いしなさい。はーい。とこんな感じ。女の子ばかりに優しくし、男の子にはとても冷たい。私から見てもそうだけど、子供たちから見ても明らかだった。ユキヒコ先生より私の方が先輩なのだけど、園長先生の息子ということもあり、強く言うこともできない。さらに性格がヤバすぎて何も聞いてくれないの。そんな時、園児たちの集団お散歩の時に事件が起きた。ねえともみちゃん、待ってよ。来ないで。ユキヒコ先生大嫌い。お医者さんごっこなんかもうしたくない。ともみちゃん、ここ道路だから危ない、走らないで。いいじゃん、もっとすごいお医者さんやってあげるから。来ないで。あ、危ない。ともみちゃん、しっかり。ユキヒコ先生、救急車よろしくお願いいたします。そんな激しくぶつかってないから救急車呼ばなくても大丈夫じゃない。何言ってるんですか。ともみちゃん意識ないじゃないですか。早く。分かったよ。幸いともみちゃんの怪我は大したことなかった。ご両親も大事にはしたくないとのことだったのだが、散歩中こちらの不注意で大切な園児に怪我を負わせてしまったのは事実。当然責任は私たちにある。これは保育園でももちろん問題になった。しかし今回の騒動でマナ先生がともみちゃんを追い回してしまったのが原因だとユキヒコ先生からは聞いてるけど、マナ先生間違いないかね。え、私が追い回してたですか。そんなことはないのですが。マナ先生、嘘はいけませんよ。私は危ないからって言ったじゃないですか。ユキヒコ先生、一体何を。まあユキヒコ先生が嘘をつくはずないので間違いないんでしょうが、今回はトモミちゃんの親御さんがとても理解がある方でよかったですね。はい、私は今回のことでマナ先生を深く責めるつもりもありません。私たちは園児の命をお預かりしていると再認識して仕事に励んでくださいね。はい、はい、悔しい。園長先生は本当にいい方で、すごくお世話になってきたし、とても尊敬できる方。そんな方に迷惑かけたことが何より苦しかった。そして真実をはっきり勇気を出して言えない私自身にも腹が立った。昔からそうだったな。人の意見に流されて言いたいことも言えず、うじうじしている性格。今回の件でさらに自己嫌悪に陥ってしまった。そんなある日、専門学校の体験実習生が保育園にやってきた。実習生の名前はリンコちゃん。第一印象、目つきが鋭く女ヤンキーオーラがプンプン出ていて、私のすごく苦手なタイプだった。そんな彼女の担当がまさかの私に。最悪、逃げ出したくなった。そんな状態で実習はスタートしたんだけど、リンコ先生意外といいかも。見た目通りの性格だけど、私の苦手な部分を全て補ってくれる感じがする。園児への接し方、ユキヒコ先生への接し方まで完璧で、実習生なのにあっという間に園児の人気者になった。サトルくん、なんだ、ブロッコリー嫌いなのか。大嫌い。これだけは本当食べれない。無理に決まってるよ。へへへ、サトルくん、ブロッコリー食べるとイケメンになれるんだよ。知ってた？イケメン？何それ。サトルくん、かっこいいキャラとか芸能人とかいる？マンパンマン好き。かっこいい。イケメンってマンパンマンみたいなやつのことさ。
なりたいなら食え、サトルくんなら食べられる。リンコ先生、おめでたいね。そんな人生甘くないよ。な、今時の園児は生意気だ。この野郎、食え。食ったら先生がサトルくんのこと好きになるよ。わかったよ。うんうん、えらい、イケメンだ。こんな感じですぐに園児に溶け込んで言うことまでも聞かせることがうまいのだ。リンコ先生すごいね。サトルくん、今まで私が何度も言ってもブロッコリー食べれなかったんですよ。それをあんなに簡単に、本当にすごいです。え、そんなことないですよ。マナ先生みたいに細かいところまで気づかないですもん。尊敬しちゃいますよ。え、私は驚いた。リンコ先生にきっと舐められているんだろうなって勝手に思っていた。これも私の昔からの悪い癖、すぐ悪い方に物事を感じ取ってしまいネガティブ状態に陥るやつ。私こんなガサツで見た目も全然可愛くないけど、本当に昔からマナ先生みたいな保育士になるのが夢だったんです。ガサツなんかじゃないですよ。マナ先生みたいな優しくて園児の細かいところまで目の届くようになるにはまだまだですけど、絶対に夢叶えます。頑張りますよ私。なんだか恥ずかしい。そんなこと言ってくれる人いなかったからな。ありがとう。私も頑張るね。何涙目になってるんですか。私もらい泣きしまくるんでやめてもらえませんか。マナ先生、リンコ先生、お昼寝の時間だから女の子たち僕が寝かしますんで男の子任せますね。あ、はい。ユキヒコ先生、ここの実習入ってずっと気になってたんですけど、なんで女の子ばっか甘やかすっていうか担当してるんですか。リンコちゃん、君は実習生だからそんなこと気にしなくていいんだよ。僕の言うことだけ聞いてればいいんだ。まあそれで子供たちが納得して喜んでくれるならいいと思いますけど、明らかに女の子たち嫌がってますよね。そんなことあるはずない。喜んでいるようにしか見えないよ僕には。そんなことも感じ取れないなんて、リンコ先生は保育士向いてないのかもよ。まあ向き不向きかは分かりませんけど、てかユキヒコ先生社会人ですよね。もちろん。最低限の身だしなみはさすがに必要だと思いますよ。明らかに風呂入ってないですよね。まず匂いで子供たち嫌がってます。え、あとみんなお医者さんごっこが気持ち悪いからやめてほしいって言ってましたよ。お医者さんごっこ詳しく聞いてみたらさすがにアウトだなって思いましたよ。これどうなんですかね。マナ先生、実習生をどう教育してるんですか。さすがにまずいですよこれは。今までの私ならここで何も言い返せなかった。でもリンコ先生を見て私も何か変われそうな気がしてきた。リンコ先生の言う通りです。これが公になれば園として大問題です。今まで見て見ぬふりをしてきましたが、実習生にまでそれを感じ取られてしまったらさすがにこちらも報告するしかありません。マナ先生、どうなるか分かって言ってるんだろうね。僕のお父さん園長だよ。君ごときがどうにかできると思ったら大間違いだよ。分かってます。でももう逃げ出しません。うじうじしません。しっかりと思ったことを全部園長に報告させていただきます。それで私がどうなろうとも関係ありません。ほう。私はこの園が大好きですし、園長先生も尊敬しています。その園長先生が私の言ったことをないがしろにするはずがありません。言いたい放題言ってくれたね。覚悟しとけよ。マナ先生かっこいい。この騒ぎを聞きつけ園長先生がやってきた。何か騒いでるって園児から報告があったよ。一体なんだね。申し訳ございません。私が大人げなかったんです。ちょっとユキヒコ先生に偉そうに言っちゃいました。まあマナ先生がそう感情的になるってことはよっぽどのことだと思うんだけど。そうだ、リンコ先生何か聞いてたかな。え、言っちゃっていいですか。超やばいですよ。ええ、大丈夫です。私説明超下手ですけど、簡単に言うとユキヒコ先生が女の子の園児にお医者さんごっこと称してセクハラまがいなことを強制的にやってたんです。さらに臭すぎてもうユキヒコ先生嫌だって感じかな。本当なの、ユキヒコ先生。そんなことあるはずないじゃんかよ。全部この実習生の嘘に決まってる。じゃあ子供たちに聞いてみましょうか。お医者さんごっこ超嫌だった。ユキヒコ先生臭いし気持ち悪いんだよね。僕にはお医者さんごっこやってこなかったけど間違いなく臭いよね。本当に気持ち悪かった。ユキヒコ先生大嫌い。
このクソガキども。わかりました。さすがにこれは大問題ですね。え、ちょっと実の息子というのもあって、情けないことに少しは多めに見ていたこともありましたが、お礼ばかりは許しがたいです。あとね、園長先生、この前私が事故しちゃった時、あれパパママから聞いたらマナ先生のせいみたいになってたけど、それ違うんだよ。え、そうなのかい。あれ、ユキヒコ先生が無理やり私にお医者さんごっこをしようとしてきて、気持ち悪くて臭かったから逃げちゃって事故しちゃったんだよ。はあ、そうか。マナ先生がまさかとは思っていたけど、真実はこうだったのか。マナ先生、本当に申し訳ないことをした。許してくれ。本当に申し訳ない。そんなことないです。園長先生、顔を上げてください。いや、本当に申し訳ない。あの時は私に勇気がなかっただけです。今まで私が恐れず真実を語っていたら、こんなことには絶対になってなかったです。私の責任でもあるんです。そんなことない。マナ先生は悪くない。本当に申し訳ない。私、この園が大好きです。もっともっと良くしていきたいので、これからもご指導よろしくお願いいたします。あ、私もぜひここに就職したいです。その後、園長の制裁によりユキヒコは解雇。新年度には新しい保育士としてリンコ先生が園にやってきた。私が買われたのはこのリンコ先生のおかげと言っても過言ではない。本当に感謝してる。あの騒動以降、園の環境はどんどん良くなり、職員園児ともに幸せで充実した毎日を送れるようになった。ユキヒコはその後プライベートでもやらかし、わいせつ罪で捕まり服役中とのことだ。